あ、なんか燃えちゃってる。やばいやばいやばい、なんかめっちゃ燃えてる。何これ、あれ終わったもん。え、なんかめっちゃ燃えてんねんけど。あ、これなんで草の束丸ごと焼くなんて今回送らん。ええ、ええ、何これ。あ、でも依頼完了したわ。な、何がわかんのこれ何がわかんねんこれ。おい、何がわかん、説明しろこれ。お前何がわかんねん、お前。ちょっと待って、文句言われた、言われたからやったのに。二度と任す気はないのクエストやらん。お、着いたぞ。防除旅館って読むのか、亡命旅館って読むかと思ってたわ。比べて、千人の気配が感じられないけど、本当にいるの。そう、前回その千人さなってんな、なんかおっことぬしみたいみたい、おっことぬしみたいな見た目した。で、その千人さん曰く、ここに他の千人がいると。いう話をしてたので、この防除旅館に来てみました。まあ、結構ストーリーが複雑化していってるから、よく話を聞こう。お、なんだ、イベントだ。もういないな。なんか主人公がよく喋るよね、この作品って。なんか、普通の RPG ってさ、あんま喋んねえじゃん、主人公。しっかり喋るんだよな。すげえ、ハフワーってか、めっちゃ感動してるけど、ここ見たやろ、お前ら。何回も。もうすでに来てんねん。なんでこいつ、限らないぞ。何このイケメン、すげえヤクザみたいな、全身入れ墨まみれ。近畿滅却の札、これ誰これ、うん、え、わかんない。そうか、なんていうのこれ。準備を整えては来たんだな。え、なんていうのこれ。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、うん、お前たちが傷つかないという意味ではない。ああ、あくまでこいつらから守るってこと。よくわかんない、よくわかんないんだけど。てか声があのなんかあのソードアートオンラインのキルトにそっくりなんだけど。千と魔の世界に近づきすぎれば、うん、世の断りを踏み外すことになる。何、人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の機運に耐えられない。機運、もう違うんだ、生き物として。お前たちのために言っているんだ。いや、嫌です、引きません。待ってくれ、ここに来たのは。な、え、あー、もう、なんだあいつ、なんで話聞いてくれないの。全然話を聞いてくれないじゃないか。ひどいよね。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、うん、千人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖い。それは困るな。やめとこう。それは困る。でも宝箱なんて、でも結局なんかあの冒険者ランク上げるために開けるから、別にキャベツでもいいわ。どうすれば仙人と話ができるか、旅館の女将に聞いてみるか。あー、旅館の女将なんかいたな。下になんかいなかったっけそいつ。何これ、現象はガルシアの、あ、何、現象はガルシアの任務をやってますね。何、ガルシアって誰。昔オリックスバファローズにいたカリーム・ガルシアのこと。じゃあちょっと行ってみるか。あれ、てかこの星マークさ、あ、やっぱりあるじゃん、上にあるぞ、この七天神像に捧げるやつ。これとしかも近場にももう一個ある。ちょっとこういうのね、どんどん取っていこうと思うんすよ。なんでかっていうと、これを貯めるとスタミナのゲージ上限がめっちゃ増えるんで。この左のミニマップあるじゃん、このなんか四角いなんか手裏剣みたいな白い星、これは四天神像の捧げ物が、あ、ここにあるよっていう意味なんですよ。で、このミニマップによると、この位置にも、もう一個、あるのかにゃ、これは。ああ、どこだ、わかんねえ。この高さにあるけど、ここじゃないってことは、あった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 、あれだ、あった。どうやって行くねん、これ。あ、なんか意外と、この岩伝いに行けるか。くっそ。もう結局さ、ストーリー一直線行こうと思っても、こういう寄り道しちゃうねん。あー、もう、やれんて、これこれだ。え、そう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 。もう、あれ、どうしたらいいの。え、これ、あ、ここだ、この上から、こうだ。あーっしゃ、取れて行く。ま、他の任務を遂行してるキャラクターがいるため、任務を行えない。は？これか、ガルシアの参加。あ、これをクリアせなあかんのか、じゃあ。
厨房に行くってやつに変わったわ。ガルシアってやつがそのおかみさんなのか。ちょっと先にそのクエストだけさ、ちょろっとやっちゃうじゃん。何これ。あ、これか。これガルシアの3かやな。こいつか。では、ロツ、今回は各材料を10杯減らしてみよう。ステップ1、調理開始。はい、ガルシアさん。まずは水。おっと、注ぐ速度の注視は重要だからな。次に材料の投入で、まずは大根から。あ、なんか料理してるやん。うわ、何やってんだ、あいつら。料理というより、錬金術の実験に近い。あんな風に作って美味しくできるのかよ。大根入りの野菜スープ完成だ。かなり順調にいきましたね、ガルシアさん。あ、てかした、早速、なんか、あれやな、シャンリンと気が合いそう。早速食べてみよう。食べる人たち、君たちの二人もある。しれっと用意された。ありがとう。ブエ、この味。大根はもう少し煮込んだよ。いや、大根に芯あるのめっちゃまずいからな。大根はほんまに火通さんとあかんね、時間かけて。このミントなぜこんなになっちゃったんだ。最適な調理時間を計算したのに。やっぱり後で食べるにしようか。前回のは、味が悪くなってないか？私もそう思います。これ、何のクエストこれ。これ何これ。素晴らしい、また成功に一発育てた。では、ステップ3だ。もう一度料理に、料理の実践をお願いしてみよう。どうして、こっちを見るの？は？玄翔さんにはあれからずっと無視されていて。はい？こいつか、玄翔。大根野菜スープってなんかでも基本料理やんな、原神におけるな。物渡されなかったら特にオーナーにも文句言ってたようだ。まあ金もらってるならまあもう我慢せざるを得ないよね。何これ、マグロかガルシア。あれ、俺持ってたっけ、大根にスープ。あ、持ってるわ、これだね。はい、渡す。全員料理を持って下の階に戻った。は？何が始まるんだ一体。これはどうやって作ったの。材料の的確な分量は、調味料は何を入れたん。まずは距離を保とう。あ、これ失礼。それよりもどうやってこの料理を作ったのか教えてくれないか。俺に新たなアイディアが降りてくるかもしれない。大根野菜スープの。大根野菜スープなんてタイミングよくボタン押すだけでできますよ。俺が作ったこのナンバリングマシンに思想があると思うか。え、意味がわかんねえ。これについて君の議論がしたい。今はデータを整理しなければな。さあ、ロツ始めるぞ。はい。は？何？スメールってなんだっけ？教令院ってのはスメールにあんの？スメールってさ、確かなんか原神における大陸の一つだよね。で、確かなんだっけな、俺のニーローがスメールかなんかじゃないと、レベルアップできないっつってやめたんだよな。あ、ガルシアの参加終わったわ。あ、じゃあこれでおかみさんのミッションいけん。まあでも冒険経験手に入ったからいいんじゃね？ナヒーダなんかも確かスネールでレベル上げんだよな。ちょっとその辺よくわかってないんですけど。じゃあ改めてミッションと行こうか、これは。よし、オッケー。ここだ。ベルゴレット。ご機嫌をこの、装いと顔つき、それから変わった仲間の精霊わからないわね。あの仙人に関して。あら。もう翔様に会ったの？翔様、なんか、見た目に反して声がすごい色っぽいな。珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。へえ。きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？機嫌が良かったのかあれ。仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない。あ、そっか、あいつも一応仙人なんや。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。え、じゃあめっちゃすげえやつやん。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった、だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り。なるほどね。戦いで守ってきたものを徐々に、まあそれはビジネスというか、そう、なんていうかな、経済で守っていくっていう方向に人間が切り替えていったってこと。おかみは物知りだな。おかみじゃなくてオーナーよ。おかみってなんかもっとこう貫禄のあるおばあちゃんだと思ってたけど。とにかく若くない、この人。あなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って翔様の。わ、ちょっとそれ教えてほしい。翔様の剣取り方。あの御法夜叉が喜ぶ姿なんて想像できないな。御法夜叉。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど、まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらえ。そっちかい。え、絵付け。それと
あなたの得意料理を用意して。得意料理、俺の何スペシャリテってこと？杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。杏仁豆腐か。得意料理に関してはあなたに任せる。杏仁豆腐、まあでも本当になんか高い焼肉屋とかのデザート出てくる杏仁豆腐ってマジでうまいからな。お前どんな料理が得意だ？何がどっちもまずそう。しかもどっちも得意でもなんでもない。大グレマーラ炎スライム、何これ？新しい料理だな。もうスライムって入ってる時点でまずそう。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここはパイモンの方がまともやったわ。一本満足サラダにするか。じゃあじゃあどうしたらいいの？シェフと会話。あ、シェフってそこにいるやつじゃん。あ、ここだ。いたいた。あー、この人が、そっか、この人がさっき別のクエストに絡んでたから無理だったんだ。休憩中だ。現象。邪魔しないでくれ。杏仁豆腐を。邪魔しないでくれ。いや、まあでも休憩中に行ったらあかんわ。ここのシェフは、いやいや、でこれは俺らが悪いやろ。同じくらいサービス精神がないな。俺らが悪いよ。なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。オーナー権限ってそんな強いんか。だが、残念だ。うん。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。え、なぜ？どうしてだ？材料がないとか。剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、うん、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。手を怪我してるとか。だが今の俺の手はすまないが。そうなんや。ちょっと思い通りに動かなくてな。右肩を故障しちゃったの。うん、なんか右腕に矢を受けてしまってなみたいな。いや、実はお化けが出たって。お化け？それにな、ついさっき、キッチンで。急に何、ホラー？怪しい影を見たんだよ。怪しい影。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除理感が安全じゃないか。そういうことか。別に怪我とかじゃないのか。落ち着いて杏仁豆腐も作れない。メンタル的な問題か。仕方ない。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。なるほど。あとはスイカ食いたい。料理、あ、特に何も。この マグロとかはこのそのまま放置していいの？本当にお化けいた。は？状況を現象に伝える。現象さん！何今の、猫かよ。本当にお化けが、いました。お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。なんかちっちゃい女の子やったやんな。一体、どうしたら？え？この様子じゃ、もうダメかもな。どうする？どうする？仕方ない。一回ゴレットに聞いてみよう。ゴレットに聞いてみよっか。じゃあおかみさんだね、あのお化け。ゴレットさん知ってんのかな？元は大盗人のくせに。大盗人、あいつそうなんや。ゴレットは盗賊やったんや。お化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。おう、あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。確かに、ゴレットさん何者なんだろう。この続きは私の秘密。私の秘密？ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。え、何？あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、うん、人の魂は仙人ほど強くない。え？仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けから慣れるといいわ。仙人と関わるのってそんなにまずいことなん？旅館に掛け軸があるんだけど、うん、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれている。コーマイン、それを見てきなさい。コーマイン。そして、うん、この旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。何それ、謎解きってこと？どれだよコーマインっていうのは。あ、これ？あ、違う、え？あ、これやん、コーマイン。完全なコーマイン？あ？
完全な鉱マインが見える場所。ここやろ。え？何この場所？何これ？もう読み方わからん。彼岸花かこれ。あ、鉱マイン。え？完全な鉱マイン。下から、あ、わかった。こういうこと？あ、てか、ここじゃね？この白いとこじゃん。あ、なんか出てきた！ほら、待て、ほら、お前。待て、言うてんねん、これ。おい。目印あるわ。目印あるけど、ちょっと待って、その前に、多分この橋の下になんかあるわ。待て。あ、ほら。あああやばい。あ、やばい。溺れ死ぬ、これ。まずい。あー、キャラが戦闘不能になっちゃって。なんでその逆行くん？意味わからん。なんで？いけ、ジャンプしろ。おい、ジャンプしろよ、よいみや。なんです、これ、なんでなぁ。いけ。いけ。よーし。じゃ、このまま直行するか。亡霊を追う。いるのか？あ、いる。聞かない。俺の意味やが。メイちゃん。あ！干渉機や。遺跡ハンター。は？こいつ。え、憑依とかできんの？ちょ、待って。俺の覚えた。仕業使いたいねって。違う。この状態から、バーバラにして、開花するでしょ？バーバラで開花させることによって、その直後に、強すぎる。待って。おい、バーバラ、お前あれ撃て。これを撃った後に、宵宮で、宵宮の、これで、大、炸裂。いや、無理か。もう一発だ。ナヒーダでこれやって、これで開花させるわけよ。開花にしてから炎を打ち込む。何これ、バーバラ。あ、バーバラが、お前よくも、俺の女に。いや、待って。え、これ何なん？めっちゃ強いねんけど。グオパー行け、グオパー。キレキレ。あ、シャイニー。うん、とんでもないかも。待って、ちょっと、やばい、あ、うっそ。いつか尽きるもの。え、待って、なんか、待って、回復、HP 満タンになるやつ。あ、ちょ、もう、こいつ一人で勝つだもん。うる、結構ダメージ入ってるわ。どこ？あいつなんですぐ飛ぶん、マジで。ムカつくね、こう、なんかすぐに上に逃げるキャラ好きじゃないの、俺。そう、これで、回か。で、爆裂。これが、効くわけよ。もうちょい。で、F で回復。ナヒダでもう一発。いける。めっちゃ楽勝や。あ、オッケー。怖い。ヒルチャルのお兄さんが病気になった？
ヒルチャラのお兄さん。やっと捕まえた。ヒルチャールの子なんこれは。大変だったな。ヒルチャールの姉さんが。狂気を感じる。して何の歌？お化けだからって怖がらせるのは良くないぞ。ちゃんと分かってるのか？何してんのこれ。あ、足重くそつあれして蹴ったろうかな。しかもなんか歌詞がめっちゃ悲しいねんけど。歌詞が悲しい。話を聞けって。え、一応通じてんのかこっちの意思が。分かった。レイちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。今度はお姉さんがメイちゃんと。いや遊びたくないし、遊びたくないし、また成仏してくれ。もしお姉さん来てくれなかったら。え、メイちゃんが探しに行くから。マジかよ、絶対来てほしくないんだけど。メイちゃん何者。え、説明なし。え、メイちゃん何者やってん。あ、そうだ、現象に伝えればいいんだよな。なんだ、もうもう読み上げようとしたら普通になんか喋ってくれた。お化けと約束した。すごいじゃないか、この現象を感服したぞ。その代わり俺がたたられるっていう。少し時間をくれ、最高の杏仁豆腐を作って。わあ、それ助かる。手の調子が戻ってきたぞ。おお、よかったよかった。やべ、なんかついでになんか普通に晩飯作ってくれんかな。腹減ってきた。あ、特製杏仁豆腐来た。え、じゃあ待てよ。あ、ショーと会話出てる。ショーとそんな、え、そんなにちょくちょく顔出してくれんの。おや、杏仁豆腐だ。まずはこれで餌付けていく。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。待て待て、俺食え、杏仁豆腐。これはお前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理。あ、結局サラダしたんや。溢れるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに。これまで食ってんの。全部話してやれ。顔を低く。そんなことがあったとは。その杏仁豆腐食った時のリアクションが見たかったのに。我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、低くんがいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は、この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。まあ、なんかでもあれはいろいろ多分裏があるよな。昨月、李水、李水の三人に会ってくれ。李雨。彼らもそろそろ決断した頃だ。昨月、李水、李雨。仙人はまず七世に尋問するって。仙人は己に課された責任から逃れはしない。ほう。我には属性に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。まあやらなあかんよな。我らの神は契約の神。だから前回あのなんかキメラみたいなやつが殺されて、でその真相をちょっと突き詰めに行かないとっていう。待ってくれ。最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。何？なんだ。なあ、姉ちゃん。それをよく聞いてくださった。何者なんだ？妖魔退治をするとき、稀に人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある、はあ、だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。へえ。王女旅館が面倒を見てるのか。この旅館霊の面倒見るのすごいな。なるほど、成仏できないやっぱ魂だったんだ。利水なんだっけ。もうほんま振り穴振ってほしい。このゲーム読めないよ。利水たたみ山神君を目指す。なんかでも前回あの鹿の仙人が言っとったな。あれ利水定山神君だっけ。利水定山神君だ。てかさ、俺前回のね動画をね見返してて思ったんですよね。なんか変な足場みたいなのやったやんか。あ、あれだ、あれを踏むとその隣にもう一個足場が増えてて、それに俺が気づかんかったみたいなシーンがあって、ちょっとそれだけ確認しに行きたい。ここや、ここや、ここや。思い出した。
ここの足場をこう踏むと、そう、ここなんか出てくんねん、見えない寛大みたいなの。いやでもそれだけか、それだけでした、皆さん。はい、あ、これだ、あ、これじゃない、こう、ほら、なんか出てきた、そんだけか、そんだけやったわ。おい、起きた、は、あ、これでそこに繋がんのか、そこまでしてやっと1個っていう。で、これも何、ちょっともうどんどん気になるのが出てくるわ。あー、でもこれはわかる。いや、ちょっと待って、じゃあそのことを体験使うノエルちゃんに変えて、まあ、レベル1なんですけど、こいつでこれをぶった切るわけで、ここに点火させる。同じことを3回繰り返せばいい気がする。で、最後これ OK。 また風は、あれのためか、これむずいぞ、一発いかなかんぞ、これ一発いかなかんぞ、いけるか、大丈夫か？は、あー、しゃ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 。しかももうこの流れでいっちゃおうぜ。利水定山神君。オッケー。なにこれ？心王山。なんかこのゲームの漢字を初見で読める人あんまおらんと思うんだけど。山登りや。エベレストや、エベレスト、これ。あ、なん？これ。回転？あ。え？何？なんかの方向を指し示したか？この上にね、ありますわ、これ。ワープスポット。いけるかな？あ、そこや。よし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 。こういうワープポイントがね、大事なんですよ、本当に。滝、あ、見つけた。ここ。オッケー。そしたらさ、もうそのまんまさっきのとこ戻って。いや、クソおもろいな、これ。あ、てか、ここ目的地やんけ。なにこれ？え？ここが利水定山神君だ。なんかいる。変なおっさんいる。誰こいつ？いい、リー長。盗賊団。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうか。いや、盗賊なんやろ、お前ら。お前は、誰だ？どこから？え？こっちが聞いてるのに。宝刀団のくさになんか弱々しいな。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。え、なんか勘違いされてる。あなたはきっと仙人のお使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。いや、知らん、全く。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。わかんねえ。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから貧困。コローザンの琥珀に宝があるって話。コローザン読み方合ってたわ、これ。刺してしまった。はあ、なんか盗んだんや、コローザンの宝。琥珀から掘り出した宝を売って、琥珀ってこれか、家計の足しにしようと。琥珀ってなんだっけね、蜂蜜かなんか、蜜かなんかが固まってできた宝石だよね。ポケモンにもあるような琥珀の化石みたいな。だがプテラの宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。あ、それは自業自得だ。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。まあしょうがないよね、そんなの。兄弟を助けたいが、どうしたらいいのかわからなかった、うん、だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら、なるほど、二人の仙人の使いが来てくれた。いや、俺ら、ただの一般人です。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや、いやいや、違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。
かわいそうにな。もう現実逃避するしかないよ、そうやって。リートって言うんだ。慈悲深き仙人の使いを。助けなあかんやん、結局。じゃあ今回は許してやる。ただし二度とするんじゃないぞ。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。重くす報酬もらうからな、お前から。役になその琥珀の宝もらうからな。しかも随分と仙人の使いっぽいな。なんか意外とノリがいいよな、主人公。結局仙人ってどこやねんって話やな。何これ、お札が貼ってある。古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。古老山の琥珀か。山道に沿って登ったらしいから、じゃあそれを遡っていけばいいのか。オイラたちは山道に。何、謎の障壁。あ、やべえ、セリフが飛んじゃった。じゃあこの山道を降りていけばいいんじゃない、シンプルにさ。で、モコをノエルちゃんにして、こういうなんか岩とかどんどん砕いていこう。あ、琥珀だ。え、石白。純度が高い、月読んで高いながら読めない。ノエルのレベル上げてやるか。喜べ。レベルアップの時間だ。この一番安いやつにしよう。上げてあげようかね。レベル19。オッケー。金魚飼ったことある？何？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。金魚？金魚ってでもなんか飼い始めても 2週間ぐらい死ぬイメージある。あ、また出てきた。なんか出てきたぞ。中に何か入ってんねん。こうやってじゃあこの琥珀の塊を割っていけばさ、あいつの弟が手に入るんじゃ、手に入るっていうか、助けられるんじゃない。それかまあノエルでもいけるのか。やべ、なんか人が出てきた。え、よし、ゲイ。お、よこで生きてたわ。俺は一体あなたたちが俺を助け出してくれたのか。そうやぞ。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前はリチョウ。リチョウ、俺と一緒にこの山に来たんだが。リチョウなら上にいたよ。お前を心配してたぞ。俺のように琥珀に食う。彼は山上にいる。ってことは無事なのか。あいつは無事だ、言ってやれ。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないと。その琥珀ってのは何者なんやろね。よし、お前感謝しろよ、ほんまに。で、約束の琥珀の宝は。仙人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。一生俺たちが仙人の使いだと思って生きていくんやろうな。ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。でも噂程度、俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。マジかよ、仙人の居場所わかんないのか結局。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう。あれ、お礼は？嘘。え、報酬はね、もうお礼とかいいから、あの誠意は金やから。え、お前ら待っとけ。待て。おいらたち、本当に仙人。言葉じゃなくて金なんや、誠意ってのは。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でも。オイラたちは悪いことしてないよな。三門を荒らし。え、出てきた。族人を逃がしたか。李水、昇山、神君。我が戒めをその身に受けよ。なんかでも前回の仙人と同じ声や。え、戦うの。え、何、ただのなんか鳥やん。古老山に侵入し、山の琥珀を破壊し。ああ、でもそっか、まあ。さらに戒めを受けさせた族人を勝手に逃がすとは。でもかろうじてなんか三つぐらい見逃したから許してや。全部割ってない。族人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。戦意。お前たちがやってきたことは無礼千万。無礼千万。おいらたちにもちゃんと理由が。そうや、あいつに言われてきたんや。昨月畜養神君は人間にことづけを頼んだ。オーラがないな。これは近畿滅却の札。この近畿滅却の札なんなん。
そんな、なんかこれを見たやつはみんなおってなるよな。人間に授けた。もともと数が少なく、千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。この滅客の札が偽物とかいうオチはないやろな。ゆえ子は手が届かぬ場所ではない。うん、虚言は通じぬから。虚言は通じない。まあでもちゃんとした町ってことやな。旅人はリーウェイ校だったことを詳しく説明した。そう、暗殺されただと。衝撃的 な瞬間やった、あれは。しかもゲーセン儀式の最中に。リーウェイの、いや、この世界の誰がそのようなことを。で、七戦の連中がそれを、帝君を暗殺できる者など、この世にそういるだろうか。七戦の連中がその罪を他のやつになすりつけようとしてるっていうのが現状やろ。我らは帝君の律令に従いリーウェを守っている、だが今、帝君は、帝君は、ものすごく落胆してるけど。旅人よ、話は分かった。昨月蓄養神君が招聘した理由も。昨月蓄養神君ね。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。雑事なんかやることあるんか。知ってるぞ、あれは仙人の戦力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで。唾液を滝に、きっと同じ原理なんだろ。スズメの巣みたいな。そのような話は知らんが。スバメ。これら琥珀は私が植えた花だ。花なんだ。名を登山葵という。樹液じゃない、登山葵。絶対に読み方忘れるわ。この花の大部分は地中に埋まっている。へー。これを踏むと琥珀が生み出され、あ、侵入者を閉じ込める。なるほどね。だからなんか中からいろいろ出てきたんや。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるために鶏肉も出てきたけどな。花を至る所に植えた。うん、おかげで。ゴキブリホイホイみたいなシステムか。数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。じゃあちょっと一応割ってみようかな、下のやつも全部。この琥珀って生きてるのか。その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、あ、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。まあそういうことやんな。それらの処理を済ませたら立つ。うん、お前はもう行くがよい。なるほど、それが雑務ってやつか。ほう、まあなんか意外と聞き分けのいいおっちゃんやったね。ん、この曲何まだ、あ、なんかいる。ああ、な、え、そこのやつらがなんで俺に喧嘩売ってくんねん。お前らに危害は加えてないだろうが。しょうがねえな。皆殺しの事件だ。お前らが始めた物語だろ、これは。ずわずか5秒。これなんだ？あ？座る？座れんの？俺座ってるから邪魔すんだよ。邪魔したら殺すぞ。分かってんな。ダメージを加えてきたらやる。何もしなければ何もしない俺も。され。死にたくなければな。なるほど。ん？でもダメージ加えてないからセーフ。食らった瞬間に俺は攻撃する。あ。かわいそうに。何もしなければお前らの命は助かったんだ。オッケー、ゲッツ。これマジ大事やからな。オッケー。じゃあちょっとこんな感じで目指していきましょう、仙人のところ。あ、いけそう。めっちゃ見づらいけど、よう見たらここにあるわ。ほれ、あ、取れる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 ぞ取れるぞ。しくじんなよ。あ、オッケー。誰、私のこと知ってるの。わからん、知らん。あんたがいい人じゃないの分かってるんだから。二
兄さんここにいなかったら特に私の件でを見ましてた。兄さん、私の死刑を勝手に呼ばないでくれる。私たちは今日仙人にコカ派を復興する方法を教えてもらったのに、ここに来たの邪魔しないで。何コカ派って、コカ派、ココア派ってこと？まあ、俺もコーヒーよりもココア派やけど。ふん、兄さんも毎日コカ派って、あの年は私たち以外何人いるかちゃんと分かってるのかしら。その時間どうして私に使ってくれないのよ。はあ、こいつか。なんなん？え？何？今何に殴られた俺は。焼き殺す。ざま。こいつか、コカ派の弟子っていうのは。あなたは？私はコカ派弟子の、孫ウ。ここで修行している。何か用か、用がなければ邪魔しないでほしい。名高いコカ派は知らないのか。はあ、まあいい。当時コカ団にかなう敵はいなかった。双剣壮絶の名声はブリンでは知らない者がいないほどだ。ブリン、会うは別れの始め、数百年後ブー死に、ブー、わかんねえ、読めねえ漢字が。100人ほどのコカ道になり、今のコカ派に訪れる人もほとんどいない。はあ、え、コカ派は、さすがにこの二人だけじゃないんだ。弟子が、リーウェ各地に散らばってるだけだ。はぁ。君は、行衆というものを知らないか。行衆。コカ派で初めてブリという概念を理解したもの。彼はかつて教え家を作り、我がコカ派の武功伝承を徹底的に変えてくれた。彼は今どうしてるんだろう。きっといろんな教えを届けしてるな、母。コカ派にとっての、まあ、英雄みたいな人がいると。はぁ。この風車何これ。なんとなくやけど、これは、これは絶対風属性やろ。てか、もうこう死にかけん。あ、ほら、やっぱり。あー、なるほどね。賢い、俺。俺ってば天才。こっからいけるよな。なんじゃこれ。すげえ。あ、これなんか、あったよな、他のとこにも。ん？あ！ああ。なんか、あそ、ああ。なるほどね。多分こういうのがあと一個ぐらいあるんちゃう。で、すべての、このなんか鳥の、銅像をあっちに向けると、この上のなんか、天空の城ラピュタみたいな、あれが墜落してくるとか、じゃない。多分そこに関係してるぞ。リュウ・シャクフー・シンくん。こいつも仙人だ。シャクフー・シンくんに、ちょっと、話聞いてみようか。あ！なんでこんなところに石のテーブルが？石のテーブル？食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。龍雲。ここに紀州が座る。紀州。それとここを帝君が借りた。帝君ってあの死んだやつやん。帝君ってもしかして元王帝君のことか。うん。紀州はちょっとわからないな。いや、わかんねえ。誰だ、奇襲って。そうだ。あの、昨月、畜養神君が言ってた仙人の中に、龍雲釈風神君がいた。ってことは、ここは、あの龍雲釈風神君が、他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。仙人ってご飯食べるんだ。もしそうなら、仙人の好物を作れば、マジか、あの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。また杏仁豆腐？もしかして。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。何食ってんの仙人。全然わからない。なんか勝手なその偏見やけど、ビーガンやろうな多分仙人は。しょうがない。肉とか食わなそう。周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。うん。そうだ。仙人って、人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？いや、食わなそうやけど、どうやろう。案外そういう普通のうまいもんで釣れるかもしれん。食べ物を奉納した痕跡を探す。何それ。あ、これか、痕跡。うん。どうやらここで、誰か
が料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか？だろうな。使い残しの食材がある。金魚草、金魚草、ハスの固く、そして豆腐。ずっと壁って呼んでた。これ手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ、なんかノートみたいなのがあるぞ。ハスだねこれね。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。仙人の好物か、金魚草。これ全部取っていいのこれで。でこれか。金魚草、ハスの固く、豆腐で、一体どんな料理ができるの？そらもう杏仁豆腐でしょう。でまだヒントが出揃ってなさそうじゃね。これは他のやつも見てみるか。ほラッキー、ラッキー、クッキー、もんじゃ焼き、あなたはいい。ここにも痕跡があるぞ、料理の痕跡。綺麗に片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。ちゃんとした人や。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。松茸と獣肉、なんか高級食材や。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に貴重面だな。確かに松茸、うわ、松茸って香りがすごいいいんすよね。食べたくなってきた。めっちゃ高いけどな、松茸料理って。ハスの固くで、松茸と、これは？うわ、小麦粉が地面に散乱してる。小麦粉。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど。腐ってるやん絶対。この料理、もしかして仙人へのお供え物か？待て、もうじゃあこれそのままあげよう仙人に。肉類と小麦粉を使う料理か。肉、じゃあとんかつとかか。肉類、小麦粉やったら。なんか紙が地面に落ちてるぞ。わかんない、揚げ物的な。足跡で半分汚れてる。はあ、この紙、料理と何か関係があるのか。レシピ、何の料理かちょっと想像もできない。想像することしたらできない。あ、真珠翡翠白玉油、マスタケの肉巻き、モラミート。あ、これ3つ作るってこと、もしかして。持ってねー。あ、これじゃあ全部作らなあかんの。真珠なんとか、モラミート、肉巻き、1個も持ってないわ。まあでもさっき拾った素材で作れるってことじゃないの、つまり。じゃあちょっとごめん、料理してみようか。あ、レシピ、肉の、マスタケの肉巻きで、この真珠翡翠回顧伝で、杏仁豆腐も食食、だから一応全部レシピ試食しとこう。あ、全部いけるわ。いけそういけそういけそう。作る。いくぞ、手動料理。これさ、手動、いやー、わかんないんですよ。これ、どこだ、どうやんだっけ。もう一回行っていい？こうや。完璧いけた。おい。5回やらなあかん。で、最後に、この真珠翡翠白桃油。ほんまにでも、この料理で足りる？よし、じゃあ、これ、奉納や。どうやこれで。え？あ！開いた！行ってみよう。なにこれ？あ、この封印みたいなやつ溶けたんや。え？え、なんかしかもミッションになってる。モコはさすがにシャンリンに変更していきまして。はっ。近畿滅却の札の匂いが。え、喋ってる。しかも女の人だ。お前たち、何しにここへ来たかは知らないが。何それ。その敬虔な心に免じて、機会を与えよう。何の機会？わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがいい。いや、言われなくてもそうするつもりだけど、ただなんか、魔物の数がすごいんですけど。最強力とぶんまくわん、これ。火の用心、
おえー、クリア。あ、もうそう、もうクリア。なにこの邪魔、この火のやつ。左へ。あっ、道が。あっちを見てみろ。装置が動いたぞ。あ、動ける。このスイッチはこういう使い方をするのか。なるほどね。はなんじゃこれ。え、めっちゃおるやん。こいつはのチャル、ヒルチャールやただの。まあ、ヒルチャールごときね、もう開花させるまでもなくもう弓矢でゴリ押すっていう。おめえもな、もう堪忍してや、ちょっと堪忍して。おらおらおら。次はこれを右に行ってみる、あえて。あ、方向変わった。どこだ、これか。いや違うな、なんかの封印解かなあかんのこれ。え、なにこれ、挑戦開始。え、嘘。え、なんか間違えた。じゃあ、左右から2個目。順番ってことやんな。これはもう簡単よ。ほれ。オッケー。天才俺。あれ？クリアしたのに？普通の宝箱？そんだけなんだ。あ、これってもしかして、あんま関係なかった。あれ？これあんま関係なかったんじゃん、俺。え？え、これってどうしたらいいの？いや、もう分からなくなったわ。なんかでも、装置を回転させそうやな。こっちにして、あ、お、いけたんじゃないですか、これ。あ、この上だ。行くぞ。さあ、上昇気流。ここか？え、なんか装置いっぱいあるぞ。あ、一直線になった。え、またミッションみたいなのあるで。いや、でもなんか今度は日がすでに灯ってる。いや、まだ行ってないな、ここな。あー、まあ、これに、火つけただけじゃん、これ。余ったやつに。あー、ほら、ついたわ。あ、なんだこれ。これ。え、なんかいけた。わからんけど。多分謎解きだったんやろうけど、ゴリ押しでいけた。で、そしたら、これをぐるっと解散して。あ、これが。ついに。ゴールなのか、これが。あ、坂道しんどい。しんどい。なんじゃこれ。あ、わらわのお前も取り替え。メスやな、でも確かに。大したものだ。なんか適当にやったらいけました。わらわは龍雲釈風神君。龍雲釈風神君、お前たち何しにここへ来た。何作ったの。当たり前だ。へえ。わらわの仕掛けの術は、うん、たとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。称賛する。ええー、まあでもその割に結構チャチかったで。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか。うん、しかも大量の仕掛け付きで。まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。仕掛けの術、伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で、うん、静寂を求めただけだ。その静寂も長くは続かなかった。お前たちがその近畿滅却の札を持ってここにやってきたから、はあ、俺たちが未来を変えてしまうのか。まあよい。お前たち用事は何だ。リーウェコだったことを詳しく説明した。帝君が、うん、帝君が暗殺された。みんな同じリアクションすんねんな、これ。な
んてことだ。誰がそんな大罪を犯した。ちょっとなんか珍しく感情が高ぶってる。このような荒唐無稽な話、到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。いや、まずいぞ、それは。後で終戦で。それはまずい。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう、雷帝がごとき手段を。こいつ気性悪いな。やぶさかではない。雷帝がごとき手段。でもあなたはリーウェコを守る仙人だ。そうだ、帝君の律令に従い、わらわたちはリーウェコを3700年以上守ってきた。3700年。だが今、西暦より前やん。存在する以上、非常な手段も取らざるを得ない。いやでも、おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコを鎮圧する気だ。それお供え物。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。お前の好きなマスだけど、ハハスのあれと。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。え？リーウェコの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。まあ人間ってそういうずる賢い生き物やからね。お前たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、うん、わらわも契約を無視することはできぬ。まあかなりきつい縛りだろうけどな。その上、お前たちは契約金滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作ったとき、戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。戦力。さらにお前たちの話がむずい。証明するものでもない。さっきの話に。ああ、まだそっか、半信半疑なんだ。調べさせてもらう。本当に暗殺されたのかっていう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい。うん、速やかに去るがよい。行ってしまった。うわーってことは、このチリーに帰ってリーウェに戻って講師を探すっていうのが次にやるミッションか。はあ、ちょっと複雑化してきたけど、まあ、徐々にこの話の拡張へと足を踏み入れてる、そんな気がする。次回リーウェに戻ります。